イングランドは10日の UEFA ネーションズリーグ2024、25リーグ B、グループ2第2節でフィンランド代表とホームで対戦。ケインの2ゴールでに対0の勝利を収め、リーカーズリー暫定体制の初陣から見事に連勝を達成した。さすがの活躍を披露したケインは2015年のデビューから節目の通算100キャップ目。100キャップ到達はウェイン・ルーニー氏以来で、 史上10人目となる。歴代最多得点記録を伸ばし続ける中、また一つ博をつけた31歳ストライカーも感慨深く振り返る。イギリス、スカイスポーツが報じた。完璧な夜になったね。100試合目ということで、できるだけ思い出に残る夜にしたかったんだ。その中で、2ゴールを決めてチームの勝利に貢献できたから、ほぼパーフェクトさ。 76分までに2ゴールという流れとあって、ハットトリックの期待もかかったが、80分にお役ごめん。ハットトリックを狙っていけるだけのシュートは放った。D からはこれからもたくさんの試合があるという話があったし、恨みなんてないよ、と述べた。節目での2ゴールはやはり特別で、1点目はベストゴールだ。バーの下側に決まってくれて嬉しかった。僕にとって、 100キャップ目の夜に決めた2つのゴールは間違いなく僕のお気に入りとして語り継がれるだろうね、とも話す。また、家族が見守る中の節目に、本当に特別だ。息子は試合前、あまり乗り気じゃなかった。雨なのに外に出たくないとちょっとぐずっていたんだけど、妻がヘルプしてくれたんだ。今はまだ幼いけど、後々振り返った時に特別な思い出になったよ、と喜んだ。